コモドール16はコモドールが6502と互換性のある8501の CPU を使用して1984年にリリースしたホビーパソコンである。コモドール16はビッグマイナス -20 の光景を狙ったエントリーレベルのコンピュータであり99ドル程度で販売された。コスト削減したバージョンのコモドール116はヨーロッパだけで販売された。タイメックス マテル、テキサスインスツルメンツなど他社が販売していた100ドル以下のコンピュータと戦うことを目的に開発された。タイメックスとマテルのコンピュータはビッグマイナス20よりも安価でビッグマイナス20よりも高い拡張性やフルストロークのキーボード場合によってはより大きなメモリを持っていた。C16 はこれらの他社の利点を超えるものとなった。TI-99、4A は コモドールのビッグ -20 とコモドール64の中間の価格であり、能力も中間だったが、TI は次第に価格を下げた。スペック上では C16 は古いビッグ -20 よりも TI-99、4A に近かった。加えてコモドールの社長のジャック・トラミエルはいくつかの日本企業が消費者向けコンピュータを導入し、価格を下げていくことを恐れた。 実際のところ、日本企業は、米国のコンシューマーゲームの市場を支配したが、ホビーパソコンの分野では優位に立てなかった。また、C16 がリリースされる前に、タイメックス、マテル、TI は市場を去った。1531カセットテープレコーダーと組み合わされた、コモドール16コモドール116外観は、ダークグレーのケースとライトグレーのキーボードであり、 ビッグマイナス20や C64 に類似している。性能はビッグマイナス20と C64 の中間に位置する。1 6イトのラムのうち1 2イトがビルトインのベーシックインタプリタから使用できた。新しい音源、ビデオチップは128色のパレットを実現した。テッドはビッグマイナス20で使われたビッグよりも優れているが、 C64 で使われた BIG2 が持つスプライト機能やシドによる高機能サウンドを書いている。しかし、ロ m に格納された BASIC3.5 はサウンドやビットマップグラフィックのコマンドを持つ。これは単純なプログラムトレースやデバッグの機能を持ち、BIG-20 や C64 の BASIC2.0 よりも高機能であった。 実際的なユーザーの観点から C16 が書いていた3つのデバイスはモデムポートとビッグマイナス20、C64 互換のデータカセットとゲームポートであった。コモドールは C16 シリーズ専用のカセットプレイヤーやジョイスティックを販売した。しかし大量に存在し、より安価なビッグマイナス20、C64 向けのユニットを接続できるようにする。 サードパーティの変換機がすぐに登場した。ジョイスティックポートを変更するは、公式な理由は RF の干渉を低減させることであった。C16 のシリアルポートはビッグマイナス20や C64 のものと同じであった。これにより、プリンタとディスクドライブは少なくとも古い機種とは交換可能であった。コモドール16はシリーズの3機種の中の1台である。 あまり成功しなかったコモドール116は機能的、技術的には類似しているがゴム製の小さいキーボードを搭載しケースも小さくヨーロッパだけで使用されたシリーズの機関、コモドールプラス4は小さなケースであったが59キーのフルストロークキーボード64キロバイトのラムモデムポートビルトインの初心者向けオフィススイートを持つ 比較的単純なラムの拡張を行うことにより C16 をプラス4とほとんど同等にすることができた。モデムが必要な通信プログラムや貧弱なビルトインのオフィススイートを除き同じソフトウェアを動作させることが可能であった。ゲームの用途ではこの拡張は完全な互換性を実現した。ハードウェア設計者のビルハードは C116 がこのホビーコンピュータシリーズの最初の メンバーであり、ジャック・トラミエルが開発部門に伝えた最初の構想であったことを指摘している。これは49ドル79ドルで販売するように設計されていた。C16 とプラス4の大部分はトラミエルがコモドールを去った後にこの新しいコンピュータシリーズを再構築する中で作られた。C16 は米国では十分に販売されず、 早い段階で価格が下げられた。しかし、欧州では安価なゲーム機としての人気があった。米国での C16 の失敗の原因はおそらく、商用ソフトウェアの不足、ハイエンドシステムの価格を下げたこと、他社がこの市場から退場したためにコモドールに対する重要性が弱まったことである。最後に残った C16、C116、プラス4の在庫は、 1980年代の終わりに安価で欧州市場に投入された。これによりファンベースによるコモドール64プログラムのいくつかの非公式な移植が提供された。ありがとうございます。